ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙、どうしたんだ？また知らなきゃよかった雑学を教えてほしいと思って。そういうことなら、任せておけ。この前雑学を仕入れていたんだ。ってことで今回は知らなきゃよかった雑学10選を紹介していくぜ。一つ目に紹介するのは動物界にも親のコネが存在しているだ。人間の社会には、いろんな格差が存在しているよな。そうだね。裕福な家では、たくさん教育にお金をかけられていたり、親が社長の会社を引き継いだりとかね。ああ。だがこうした特権は人間の社会だけではなく、動物の社会にも存在しているんだぜ。そうだったの？全然そんなイメージなかったよ。動物の特権というのは、食物、土地、巣などだ。例えば、キタリスは親が子供に蓄えていた、松ぼっくりやどんぐりを譲るんだ。クマノミは、外敵に襲われそうになった時にイソギンチャクの中に避難することで有名だが、そのイソギンチャクも、親から継承したものなんだぜ。結構、動物にも親のコネがあったんだね。調べたらまだまだありそう。二つ目に紹介するのはボクサーやアメフト選手はアルツハイマー病のリスクが3倍高いだ。アメリカのボストン大学の、アルツハイマー病研究センターの研究チームが、ボクサーやアメフト選手はアルツハイマー病のリスクが3倍も高いと発表したんだぜ。3倍も？どうして？ボクサーもアメフト選手も、脳に繰り返し衝撃を受けてきた人なんだ。確かに、ボクサーだったら殴られたり、アメフト選手だったら激しくぶつかったりしているよね。ああ、その激しいぶつかり合いが原因で、脳が損傷してアルツハイマー病のリスクが3倍にもなってしまうんだぜ。激しいぶつかり合いのスポーツは、見てて楽しいけど、選手が脳障害を抱えてしまうリスクもあるんだね。ちょっと心配だね。三つ目に紹介するのは高橋名人はゲームが下手だ。ファミコン世代に、強いインパクトを与えた人物といえば、高橋名人だよな。うん、名前は聞いたことがあるよ。超速い連打ができる人だよね。そうだ。ファミコン名人という肩書きで、当時の子供たちのヒーローのような人だったんだ。だが、そんな高橋名人、実はゲームが下手くそだったんだぜ。え、そうなの？高橋名人は、テレビかなんかでファミコンゲームがめちゃくちゃ上手いおじさんがいるってことで、有名になっていったんだと思ってたよ。それは間違っているな。高橋名人が取り上げられるようになったのは、ハドソンという会社の経営戦略だったんだ。あ、本人の意思ではなかったんだね。そういうことだ。大人の事情ってやつだね。ゲームが下手なのに、名人なんてどんな気持ちだったんだろう。純粋な子供たちを騙しているわけだから、いろいろ悩んでいたみたいだぞ。そうなんだ。でも子供の夢を壊すことはなかったから、ゲームが上手い振りが上手だったんだね。四つ目に紹介するのはダンゴムシはコンクリートを食べるだ。霊夢は、ダンゴムシがコンクリートにいるのを見たことはないか？見たことあるよ。でもあんなところで何してたんだろう。散歩していると、結構見かけるんだよね。実は、あれはコンクリートを食べていたんだぜ。嘘でしょ？本当だそ。ダンゴムシがコンクリートを食べるのは、カルシウムを摂取したいからなんだ。コンクリートってカルシウムが入っていたんだね。コンクリートの中でも、石灰岩がある場所にカルシウムがあるんだ。石灰岩はサンゴの死骸や貝殻でできているからな。ダンゴムシも周りに石灰岩がないから、仕方なくコンクリートから摂取しているんだぜ。そうだったんだ。今度、コンクリートにいるダンゴムシを見かけたら、本当に石灰岩のところにいるか確認してみよう。5つ目に紹介するのはブルドッグは他の犬よりも病気になるリスクが高いだ。ブサカワで人気のブルドッグだが、実は他の犬よりも病気になるリスクが高いんだぜ。そうだったんだ。病気ってたくさんあるけど、どの病気のリスクが高いの？呼吸困難の原因になる鼻孔狭窄は、他の犬の42倍。耳の穴から膿が出てくる病気である耳聾は、他の犬の14倍。閉塞性気道症候群は、他の犬の31倍。顔のシワが原因で患う皮膚病である数癖性皮膚炎は、他の犬の11倍。出産困難は、他の犬の9倍のリスクがあるんだぜ。そんなに病気になるリスクが高いんだね。ブルドッグの特徴の一つの顔のシワも、病気の原因になったりするとは思ってなかったよ。6つ目に紹介するのは猫はサイコパスな動物だっただ。リバプール大学とリバプールジョン・ムーア大学の研究で、猫は何らかのサイコパス的な傾向があることが分かったんだぜ。サイコパスって、無慈悲な人とか冷酷な人っていうイメージがあるけど、猫のサイコパスもそんな感じなの？ああ、猫によって、無慈悲さや冷酷さに程度の違いはあるがな。というか、どういう研究で、猫がサイコパスだって分かったの？研究チームは、猫のサイコパス度を測る診断ツールを作るために、飼い主2042人とその愛猫を対象にアンケート調査をしたんだ。その回答されたアンケートで、猫のサイコパスに関係する、冷酷さ、大胆さ、攻撃抑制度、人間嫌い、ペット嫌いの、5つの因子で評価するんだ。
その結果、猫がサイコパスだったって判明したんだね。ああ、みんな何らかのサイコパス気質が見られたんだぜ。どうして猫はサイコパスなんだろう？これは、猫の祖先がかつて、縄張りや食べ物、交尾の機会などを得る上で、サイコパスな気質が役に立っていたと考えられているんだ。そっか、生きていくためには、無慈悲さや冷酷さは必要なのかもしれないね。七つ目に紹介するのは J.K. ローリングはハリーポッターが売れるまで、生活保護を受けていただ。大ベストセラーであるハリーポッターシリーズ。映画化も舞台化もされていて、毎年一回はテレビで放送されているよね。みんな一回は見たことがあるんじゃないかな？そうだな。これだけ世界中で愛される作品を生み出した、J.K. ローリングは相当稼いだんだろうな。ああ。J.K. ローリングの総資産は約840億円だと言われているんだぜ。やばすぎる。だが、その人生はめちゃくちゃ波乱万丈だったんだぜ。そうなの？ローリングは、結婚し子供を産んだが、離婚しシングルマザーになり、うつ病も発症してしまったんだ。うつ病で、子供を育てていくのって、相当大変だっただろうな。ああ。生活保護を受けながら、本が売れると信じて執筆活動を続け、一作目であるハリーポッターと賢者の石が完成。それが爆売れしたんだね。その通り。出版まで一年かかったが、小説は大ヒットしたんだ。それからローリングの人生は180度変わったんだぜ。J.K. ローリングがうつ病で、生活保護を受けていたなんて、全然知らなかったよ。さすがに本人もここまで売れるとは思ってなかったよね。人生は何が起こるかわからないね。八つ目に紹介するのは林修はギャンブルで1000万円以上の借金を抱えていただ。東進ハイスクールで現代文の講師を務めながら、テレビ番組のレギュラーも持っている林修。いつやるか？今でしょ。っていう言葉で有名になったんだよね。そうだ。林さんは、講師だからきちんとしている人に見られがちだが、実は、ギャンブルで1000万円以上の借金を抱えていたんだぜ。え、そうなの？ああ。林さんは東京大学を卒業した後、銀行に就職したがすぐに退職し、いろんな事業に手を出したんだ。だが、どの事業も失敗し、それを取り返すためにギャンブルや株をしたが、それも負け。その結果、20代で1000万円以上の借金を抱えることになったんだぜ。ギャンブルで取り返すのは、一番ダメな考え方だと思うよ。そうだよな。林さんはどん底まで落ちてしまったが、借金を返済するために就いた職業が予備校講師だったんだ。そこから、いい方向に変わっていったんだね。そうだ。予備校講師として売れっ子になった林さんは、40代で借金を全て返済することができたんだぜ。林さんは後に、現在の自分はあのギャンブルの経験があったからこそと語っているんだ。そうだったんだね。よくテレビで見てるけど全然知らなかったよ。9つ目に紹介するのはリンカーンは大統領になるまで8回選挙に落ちているだ。アメリカの大統領といえば？と質問すれば、すぐに名前が出てくる第16代大統領リンカーン。アメリカの歴代大統領の中でも、人気だよね。ああ。だがそんな人気のリンカーンは大統領になるまでに8回も選挙に落ちているんだぜ。そんなに？てっきり初めから人気で、選挙に落ちた経験なんてない人なんだと思ってたよ。リンカーンは、州選挙や国政選挙で落選しているぞ。リンカーンって、昔は人望なかったの？いや、人望がなかったわけではなく、リンカーンは農民の子供だったから、資金も人脈も十分になく、選挙活動ではめちゃくちゃ苦労していたんだぜ。確かに、選挙は資金も人脈も必要だもんね。ああ、リンカーンはその後も独学で政治を勉強し、イリノイ州議員、上院議員を経て、51歳の時についに大統領に上り詰めたんだぜ。リンカーンって、努力で大統領になったんだね。人気な理由が分かった気がするよ。最後に紹介するのはソムリエはもともと毒味役だっただ。霊夢はソムリエはどんな仕事か知っているか？ソムリエは、ワインの専門職だよね。一回ソムリエにワインを選んでほしいな。現在のソムリエはフランス料理で、ワインを選ぶ専門職だが、もともとは違った職業だったんだぜ。どんな仕事だったの？ソムリエは中世ヨーロッパで、王様の飲食物を管理して、毒味を担当する職業だったんだ。毒味？そうだ。フランス革命の後に、貴族の料理人だった人が街にレストランを出すようになり、酒蔵の番人だったソムリエも、客席に出てワインについての質問に答えたりしていたんだぜ。ソムリエが毒味係だったなんて、知らなかったよ。ソムリエはフランス革命の前からある、歴史ある職業だったんだね。霊夢、今回の雑学はどうだった？めちゃくちゃ面白かったよ。また教えてね。ああ、任せとけ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。